ムルティストロアダ 1260S に乗ってきました。今回はビーナスラインまでの往復500キロをツーリングしてきました。ムルティストラーダ、これはもうすっごい楽ちんです。もうとにかく楽です。もう本当にロングツーリングはこれだなっていうぐらい楽で、本当に快適なバイクです。本当ね、もうスカイフックサスペンションの素晴らしさ、それからクイックシフターのアップダウンのスムースさ、それからクルーズコントロールね、もうね、このバイクはね、すごい楽です。もうツーリングはもう本当これね、ロングになればロングになるほど本当快適です。快適で楽ちんなのは、そのまあウィンドプロテクションもありますね。すごく風を受けないようになってます。ウィンドシールド、それからサイドのフェアリング、それからナックルガードね、そういうものが全部体にかかる負担をね、だいぶ軽減してくれます。で、楽ちんなだけじゃなくって、まあ4つのバイクを1つにまとめたっていう、このムルティストラーダのコンセプトの通り、ワインディングでもうこれが走っちゃいました。ちょっとね、半信半疑だったんですけど、走れますね。これ走れちゃいました。攻められました。すごいです。とにかく楽で、もう本当にロングツーリングがこれしかないっていうぐらい本当に楽です。もうね、ムルティストラーダはね、本当ロングツーリングにはいいですよ。何が楽かってね、もうね、本当に快適なんですよ。もうそれはね、スカイフックサスペンションですね。もうね、もうすごい速度、もう高速道路の制限速度ももちろんですけども、もっとすごいスピードを出したとしても、すごく楽な姿勢でずっと巡航できるんですよね。もう本当にもうなんだろう、ギャップとかそういうののいなし方がもうすごい繊細だし、もう本当車、ちょっといい車に乗ってるような感覚で巡航できるんですよ。まあ安いね車だと結構ゴツゴツしちゃいますけど、そういうのよりも全然ムルティストラーダの方が快適です。本当にソファーの上に座ってそのまま巡航してるような、まあ、ちょっと大げさですけど、でもそれぐらい快適なんで楽なんですよね。でさらにこの 1260S にはクルーズコントロールがついてるんですけど、クルーズコントロールも本当に楽です。もう設定した速度のまま、もうアクセルやっぱりね、ずっと開けてなきゃいけないじゃないですか、オートバイって。で結構それはパーシャルで止めてたとしても結構やっぱりね、握力を使うんですよね。だからロングツーリングの時にもう、まあ、ハンドルには手を添えててもいいんですけど、そこに握力がかかってない状態でいけるっていうのはすごい楽ですよ。でクルーズコントロールの設定も、もうその出してる速度の時にセットをポンと押しちゃうと、もうその押した瞬間の速度でもう記憶されるんですよ。でそっからちゃんと速度をアップダウンもできます。前の車詰まってきたなと思ったらちょっとダウンしたりとか、それから前の車間隔空いてきた、前の車加速したよってなったらプラスして、速度を上げていって固定することもできます。でさらに言うと、そのまま速度を設定は変えずに加速だけしたいということは時はちゃんとアクセルを開ければ加速するんですね。それでグリップを戻すとまた設定の速度に戻るというすごい便利な機能がついています。でなんか、50キロ以上じゃないとクルーズコントロールは効かないみたいなんですけど、なんでロングツーリングの高速クルージングにはすごくもってこいの機能だと思います。でエンジンもパワフルですね。1260cc になってすごくまた下のトルクが増えました。でなんか聞くところによると、いろんな実際に買ってるオーナーさんのデータを5000人ぐらいのデータを集めて、どこの回転域を一番使ってるかっていうのを研究してリサーチして、それで、2000から4000ぐらいの間の回転域が一番いい、まあ、使ってる回転域っていうことで、そこのトルクをさらに厚くしたそうです。なんでもうほんとね、低速トルクがすごいアップしてて、もう乗りやすいんですよ。すごくこれ結構車重はどれぐらいかなあると思うんですけど、でバイクも大きいじゃないですか。だけどトルクがあるんで全然快適です。
から車格よりも全然軽く扱えます。走ってる時ですよ、走ってる時のその走行感というのは軽快ですね。ですごく重心が下にあってその上が振り子みたいにこうキラキラするような感覚で乗れちゃいます。だからもうほんとね快適ですよ。でもウィンドシールドも大きいのがついてて、で手でこうアップダウンできるんですよ。だから高速道路でこう立ち姿勢、結構ポジションは立ち姿勢なんですけど、そこで頭がドンと突き出るんですけど、それでウィンドスクリーンをポンと上げてしまえばそこも風が来なくて楽です。でさらにハンドルのところにもねガードがついてるんで、グリップガードなんだっけ、それがついてるんで手にも来ないんですよ。だから寒い時期でも手が冷たくなりにくいじゃないですか。で雨の時もね手がね濡れにくいんですよ。でサイドのカウルもすごく大きいんで、足への風の負担も小さくて済みます。とにかく快適なんですよ。もうほんと快適だから、もうね楽ちんで、疲れがねやっぱりね違いますよ、ムルティストラーダは。でシートもたっぷり厚めにあります。タンデムシートもたっぷり厚めにあります。だからもう本当にね快適で、もうとにかく楽ちん。スカイフックサスペンションが本当素晴らしい、本当に素晴らしい。もう本当ギャップとかをいなす能力、それからまあワインディングでね今度攻めた時のコーナリングの時の吸い付き感、それからもう本当ね素晴らしいですよこのサスペンション。まあザックス製のサスペンションということで、僕ちょっとザックス製っていうのはちょっと内容特徴をあまりよく知らないんですけど、もうねとにかくねもう快適すぎ、もう本当に粘りもちゃんとあるし、しなやかさもあるし、でやっぱり電子制御の賜物ですよね。もう本当変なショックは全くなく乗れちゃうんですよ。でどの速度域でも効く、もう本当に速度域の高いところでも、普通だって速度が上がればちょっとのギャップでもガツンってくるじゃないですか。それが全くない、これ、まあ、全くないってある時もあるんですよ。でも、ほぼないですよ。だからもう本当に快適に乗れて疲れがもう全然違います。クイックシフターはアップとダウン両方あります。非常にスムースですね。アップも2気筒だとね、割とこうガツンと入った後なんかちょっと振動っぽくなることが多い。バイクとしては多いんですけど、このムルティストラーダのクイックシフターはすごくスムーズで、カチャッカチャっていうかカチッカチッっていうか、うん、スコンスコンっていうか綺麗に入ります。でダウンもしっかりとちゃんと機能して、入ります。スムーズです。ただねたまにね相当な速度出してる時に、かなり回転してる時にダウンする時に抜ける時がちょっとありました。何回かガーッて抜けちゃう時がありました。あんまりすごい回してるときはダウンはちょっと厳しいのかもしれないです。まあできてるときもあるんですけどね。ただ全体的にはもう優秀なクイックシフターですよ。さすがこの最上級クラスというか、まあドゥカティのね技術の結晶のようなバイクですから、すごくね快適にクイックシフターが機能してます。やっぱりクイックシフターがあると非常に楽ですよね。やっぱりねクラッチをいちいち握るっていう行為はロングツーリングになればなるほどクラッチを握る回数が増えるってことですから、それがなくなるっていうだけでもすごい疲れが軽減されるのはもう明らかなんですよね。あとこれねワインディング攻められちゃうんで、ワインディング攻めるときにやっぱり結構SS と違って状態を気を使いながらちょっと若干行くぞっていう感じで寝かすんで、クラッチ操作がないっていうだけでも一つそういう気を使う部分がなくなるんで、すごくワインディングを楽しめます。まあスーパースポーツだったらね気にせずにスッと行けるんですけど、やっぱりちょっとね、こういう大きいバイクなんで、状態を変えたりとかする手間もあるので、まあそういう部分でもクイックシフターはありがたかったですね。非常にスムースですね。本当に楽で、もう、まあ、今回ちょっとビーナスラインまで行ってきたんですけども、もうすごくロング
のツーリングです。でワインディングもあり高速もあり、まあ、ちょっとしたね街中も通ってから、まあ、もちろん行くんですけど、どんなシチュエーションでもしっかり走ってくれる、これが本当ムルティストラーダのいいところですよね。これだけの距離をね、まあ、500キロ走ってきて疲れが、まあ、もちろん疲れますけど疲れ方が違うっていうのはやっぱりこのバイクとしての総合力、スカイフックサスペンションだとか大きなウィンドシールドだとか、まあ、アクセルの低速域のトルクの太さとか、そういういろんなものが総合されてあると思います。でこれね本当やっぱりねムルティストラーダってドゥカティで一番売れてるって言われてますけれども、その理由わかりますよ。もう総合力が高いですもん。すごく総合力が高い。だってこれそれでねワインディング攻められちゃうんですよ。もうね普通こういうデュアルパーパスとかアドベンチャーだとやっぱりツーリングオンリーで、まあコーナリングワインディングはまあちょっとは楽しめますよ、もちろんなんだって。だけど果敢に攻めるってわけいかないじゃないですか。ただねこれはね攻められました。びっくりした、ほんとびっくりしました。ツーリングモードで攻めました。というのはスポーツモードにした時にアクセルの突きが良すぎてちょっと怖かったんですよ。でまあビーナスラインもねまだ2回目なんでコーナーもそんな慣れてないこともあったのでツーリングモードにしました。でツーリングモードの場合はパワーとかトルクは一緒なんですよ、スポーツモードと。ただそのアクセルの突きが、もうちょっと緩やかになるっていうか、スポーツの方が突きが鋭くなるんで、だからその部分ではパワー的にはまあ問題がなかったんで、攻めたんですけど、もうね全然攻められます。早いんですよ、しかも。でフロントがね17インチなんですよね。だからねひらひらいけちゃうんですよ。でもうサスペンション、まあ、ストローク長いじゃないですか。でそれでもうスッと倒し込んで沈み込んで、もうしかもその時もバンクセンサーとかもつきながらスカイフックサスペンションがちゃんと機能してくれるんで、もうコーナーをぴったり吸い付く感じでいけちゃいます。もうびっくりです。もうこんな速く走れるんだこのでっかいバイクでって思いました。もうねすごいね、まあ、ちょっとねやっぱりね癖はありますよ。やっぱりスーパースポーツみたいにスイスイってはいかないです。ホンダの CBR、1000WR みたいにもう誰でも曲がれるっていう感じではないですけど、でもちゃんとその慣れてしまえば全然曲がれます。でまあいつものようにセルフテアでスッと入ってって、ハンドルがねバーハンドルで広いんですよ割と。まあ、大体まあこういうバイクは広いですけど、それなんでこうちょっとねハンドルをこじっちゃったり、ハンドルがアウト側の手っていうのはどうしても遠くなっちゃうんで、それを引っ張っちゃうことがあるんですね。だからそこをちゃんとスッと力を抜くためには若干こう前に膝をせり出して、ちょっとこうね手を近いところに持ってってセルフツアーでスッと寝かしてって、でその後は寝た後はねフロントにちょっと荷重してやるともっと曲がりますね。その方がいいかもしれない。フロントがちょっとふわっとしてるんで、まあふわっとはしてないんですけど、そのスーパースポーツとかと比べるとですよ、やっぱりふわっとしちゃうんで、まあそれでスッといくんですけど、まあ、これはねすごいですよ。これだけまあアドベンチャーのこんなでかいバイクなのに全然もう攻められます。フロントの接地感もしっかりわかるし、もうリアのもうトラクションかけた時のガガガガってやつ、これはねやっぱりドカティの2気筒の独特の L ツインのあの感じがもうたっぷり味わえて楽しいんですよ。グワっていける。んでこれ攻められちゃって、これだけロングツーリング疲れないで、んでこれだけポジションもアップライト、もうだって全然アップライトですよね。もう背筋ピーンと伸ばして乗るような感じですから、それで攻められるってすごいバイクですよ。これもうさすがムルティストラーダだなと思いました。ただムルティストラーダでも950にも乗ったことあるんですよ。で950と比べるとあっちはねやっぱりねフロント19インチなんですよね。であれも結構曲がるんですけど、ただやっぱり19インチなんでちょっと初め重いんですよね。よいしょって曲げる感じなんです。
だその辺がやっぱりこっちの1260の方が17インチになってススッと入りやすくなったし、やっぱり下のトルクはやっぱね違いますよね、950と。だからそこでも速さが違うかもしれないです。で950との比較で言うと足つき性はね1260の方がいいんですよ。950の方がちょっとね、なんだろう、エラが張ってんのかな、シートので。まあシートの高も実際違うかもしれないんですけど、エラが張ってる分ね足つき性あんまり良くないんですよ、950の方は。ただこの1260の方はシートは結構スリムなんですよ、スッと細くなってて。だから意外と足つき性いいですよこれ。だから安心していけますね。それから、昔の1200ムルティストラダの1200との違い、まあ排気量だけじゃないんですよ違いが。やっぱりね、1200の方がもうちょっと荒々しかったです。1260になってからちょっとマイルドになった。それでもやっぱり L ツインなんで、マイルドっつったってもう4気筒のようにあんなスムースな感じじゃないんですけど、やっぱり1200と1260比べると1200の方がどこどこ感がもっとありましたね、ガガガガガって。あとその低速トルクがやっぱり1200の方が若干薄い分開けるじゃないですか、開けるから余計ドドドドドっていくんですよね。だからその荒々しさの感じが1200の方があるんで、まあなんだろうな、ドゥカティの荒々しさの方が好きな方は前の1200の方がもしかしたらいいかもしれない。1260の方がもうちょっとなんだろう、マイルドになりました。比べるとですよ、比べるとマイルドになりましたけど、他のバイクが BMW とかと比べたら全然こっちの方が 1260S の方が荒々しいですよ。全然2気筒だからね、全然もうそこは楽しめます。でまあ BMW と比べると、2気筒の方ですね、R1200、RS とかね、あっちの水平対向の2気筒と比べるとやっぱり BMW と乗り味はやっぱ違いますね。エンジンがねやっぱり違うんで、エンジン特性が違います。あっちはやっぱりこう水平対向なんで、もっとこうなんだろうな、スマートにスーッと巡航する感じですね。巡航はやっぱりムルティストラーダーの L ツインっていうのはやっぱりドコドコドコって振動を伴いながら行くので、まあ、振動が嫌な人、まあ、ロングツーリングでやっぱり振動って結構体に負担くるじゃないですか、まあ、僕はあんまり感じないんですけど、振動が好きな方なんで。だからその振動の感じは BMW の水平対向の方がまあ優しいんで、そういう意味では向こう、振動に関しては向こうの方が疲れないかもしれないですね。あとはそのコーナリングの仕方もBMW っていうのは本当に路面に吸い付いてスイーッと行くんですけど、ムルティの場合はもっと荒々しくトルクをかけながらガッと曲がる、本当にこれね、アドベンチャーとは思えないぐらいのもうアグレッシブなコーナリングをするバイクなんで、そこはちょっと違います。まあ BMW の R1200RS だって多分攻められると思います、別にね。ただそのエンジンの特性がちょっと違うっていうことです。でやっぱりね、やっぱヨーロッパのオートバイですよね。やっぱりこれだけのロングツーリングを快適にするっていう部分では本当ちょっとね、ムルティストラーダが一番だと思いますよ本当に。しかも楽しめる、行った先で楽しめる。だから高速道路で、長い距離行って、その先のワインディングを楽しんで帰ってくるっていうのはもう最適だと思いますね。もうBMW もそういう乗り方できるんですけど、やっぱりワインディングのアグレッシブさっていうのはムルティストラダの方が勝つんで、それがねやっぱりできちゃうのがこれはたまらんなっていう感じがしますよね。やっぱイタリアのバイクって感じじゃないですかね、その辺のアグレッシブさ、そのエモーショナルな感じ。まあ BMW がエモーションじゃないって言ってるんじゃないですよ、その考え方が違うんでしょうね。もっと BMW は落ち着いたスマートな安全性のあるスポーティーなコーナリングをしてくれるんですけど、こっちはもう下手すりゃね癖があるんで、まあうまく曲がれない人も最初は多いかもしれないですよ。そこはそうかもしれないけども、それさえ掴んじゃったら面白いですよ。曲がるんですよこれ、もうびっくりする。
やっぱりね、こういうあのヨーロッパのね、国境をまたいで走って続けることができるバイクっていうのは本当すごいですね。国産車にない味がやっぱりありますよ。それはね、本当思った。で、随所にいろんな工夫があって、やっぱりね、メーターから TFT ですけど、あの1200よりも見やすくなりました。1200のムルティストラーダ1200のメーターも見やすかったんですけど、1260の方がさらに見やすくなりましたね。なんか色のコントラストが強くなったのかな、ちょっとわかんないですけど、もちろん表示のレイアウトも変わってるんですけど、すごく見やすいです。それからウィンカーのキャンセラーがつきましたね。傾いて起き上がると消えるのかな、なんかちょっと消えるときと消えないときがあるんで、結構自動で消えるって言っても、なんつうんだろう、結構消えないんじゃないですか。ハーレーなんかもそうですけど、消えないときもあるじゃないですか、そのバンクの少なすぎとかいろんなもので。だからまあその辺はあんまり当てにはなんないですけど、まああると楽ですよね。で風が本当に当たんないんで楽ですね。本当にこのウィンドプロテクションの性能は素晴らしいですよ。もう本当にもうこれ風が当たんないだけで本当疲れて変わりますからね。でライトがね明るい。帰ってきてもう秋なんで、帰りも暗くなっちゃうんですよ。もう帰り高速道路でね、もうすんごい明るいんですよ。もうびっくりするぐらい。これは助かりますね、明るいと。もう帰り道もう暗いよりは明るい方がいいじゃないですか、もう疲れもあるし。で隣に古いオートバイが並びましたけど、明らかにムルティストラの方が明るかったです。これね、夜乗ってみてください。本当明るいから。でコーナリングセンサーだっけ、コーナリングライトってのもついてるみたいなんで、コーナーでもしっかりこう内側をね、コーナリングライトがつくみたいです。ちょっとそこまではね、ちょっと分かんなかったですけど、とにかく明るかったです。で雨にもね、濡れにくいんですよ。帰り実はちょっと雨に降られたんですけど、これだけのウィンドプロテクションがあるんで、でハンドルのところにね、アタッチメントつけてスマホをつけてあるんですけど、スマホ濡れなかったですよ。もう全部もうスピード落ちてたら多分濡れてたのかもしれないんですけど、スピードを出してる高速道路の状態だったんで、もうウィンドプロテクションのおかげでスマホ濡れませんでした。それから、上半身はまあ濡れてるんですけど、下半身はね、割とももから膝のあたりは濡れてないんですよ。すごいですよね。もうでグローブもナックルガードがあるんで、濡れ方がやっぱり小さいです。でその後しばらくして雨が止んだら、もう乾き始めますよね、結構ね。だからすごいそういう部分でもいいですよね、こういうプロテクションがあるってことは。であとキーレスもね、結構便利ですよ。なんだたかがキーレスじゃんって思うかもしれないんですけど、バイクって、降りるときとか降りて乗るときっていろいろやることあるじゃないですか。もうヘルメットかぶる前に、まあ、サングラスかけるとか、メガネをかけるとか、それからグローブをつけるとか、でグローブつける前にじゃあスマホつけるとかね、スマホにちょっとなんか、操作してから乗るとか、そういう細々したものがあるんですけど、その時にもう一手間キーを差し込んで、ひねるっていう動作が一個なくなるだけでも全然ね、手間がね省けていいですよ、すごく。でポケット手突っ込んで取り出した時に、ああなんか手袋先にはめちゃって、ああもう一回脱いでから取らなきゃとか、そういう手間もなくなるんで、これはねキーレスはいいですね。まあガソリンを入れるときはね、さすがにキーを差し込まないとタンクキャップ開かないんで、その時は使えますけど、それ以外はねポケットに入れとけばもう OK なんです。そういうところも便利です。まあ、スタイリングはね、好みが分かれるところかもしれないですね。このなんか鳥のくちばしみたいな感じの独特のスタイル。でもね、結構ねかっこいいと思いますよ。まあ、僕もドンピシャなタイプのデザインではないんですけど、全体的なバランスってすごいやっぱかっこいいですよね、ムルティストラーダって。結構後ろからのデザインとかもすごくかっこいいですよ。でリアのテールランプなんかっていうのはその赤くこうね、ちょっと水をにじましたような感じで光るんですけど、それもかっこいいし、やっぱね見てるとだんだんかっこよくなりますし、 LED ライトが光った時なんかね、結構ね興奮ものですよ。
なんかね、かっこいいです。そこは。で、やっぱね、早い。もうトルクも十分あるし、早い。それで、とにかくこれだけ疲れないスカイフックサスペンションの素晴らしさ。で、高速のもうほんとすっごい、もうほんと高い速度域で、高速道路のカーブを曲がってる時でも、全然動じないサスペンションなんですよ。ほんとびっくりしますよ。もうそれぐらい素晴らしいサスペンションですよ。あの速度で突っ込んでってもう全然安定してるんですよ。ピタリと、もうつなぎ目も全然もうチョンって来るぐらい、もうほんとあの速度域でこのチョンだけかよっていうぐらいの、もうほんと吸収力、もう素晴らしい電子制御ですよ。でさらに峠行った時に攻められる、この17インチのせいかエンジンバランスか分かんないですけど、本当に普通のスーパースポーツみたいに攻められることができて速いですよ。これだって低速トルクがねあるからね、もう本当ねちょっと上げたらすぐ行けるし、もうもたつかないですよ。もう全然ね、サスが優秀だから沈み込んでギューって曲がりますしね。いやーこんだけすごい、やっぱりねムルティストラーダーね、まあ、4種類のバイクを一つにね固めたっていうか詰めたバイクっていうことで作られてますけど、ほんとそうですよ。もうこれはねすごいバイク。だからもうロングツーリング行ってその先で攻めたい人、それからロングツーリングで疲れたくない人はね、ほんとこれは おすすめだし、僕もロングツーリングの時はもう絶対これがいいって思いました。本当に素晴らしい、もうドゥカティの代表とする素晴らしいバイクです。